だけさ、トラシンさん。はい、ね、どうぞ。まあ、不動産企業でね、はい、今メール届くと思うんだけどね、はい、裁判所にね、はい、プラレールホールディングってところが原告となって、はいはい、で、僕のマンションを引き渡せと、そういう裁判が起きたわけ。はい、ね。あの、築地の方ですか？そうそうそう、住んでるところな。はいはいはい、まあ、これは、栃木県のね、横山っていう弁護士がやってる、ね、はいはい。それで、金曜日に決定が来て、はいはい、で、僕のところにね、決定が出て、はいはい、土曜日に僕のところに届いたわけだよ、はい。ね。で、まあ、初めてね、相手のが分かった、はい。ね。それで、まあ、月曜日にね、はい、火曜日に、月曜日休みだから、はい、火曜日に、東京都のね、不動産、うん、まず代表電話にかけて、ね、これ何だって聞いたの、はい、そしたらその不動産業界に、なんか表示を担当してるそういう係があるらしいの、はい、ね。で、俺これ何だと聞いたわけだよ、はい。そして向こうで調べてみたらね、はい、プラレールインベストメントというそういう不動産会社あるわけ。はい、ね。ね、で、要するに、そいつの名前を出すとさ、うん、僕はすぐ調べられるから、で、持ち株会社が原告になってるわけだ、はい、ね。で、当然、そこに来た電話番号、業者を教えるから、ね。うん、で、電話したわけだよ、ね。お前、なんだって。多分、担当者逃げちゃってね、もう電話できませんと。ね。ああいう、ないわけだよ、ね。で、当然、不動産業界の 方にもね、もうそう売買すること自体がおかしいんだから、ね。その仙台、同じマンションがあって、はい、仙台、当然、仙台市もあるしね、はい、その上には宮城県が載ってるわけですね、はい。で、業者にね、このマンションは、訳があるんだから、ね、はい、売買しちゃいけないという形になって、はい、で、宮城県の業者に全部回ってるわけ。はい、ね。だから今、売買できないわけ。はい、で管理費だけは取られてるわけ。な、上にかけしちゃったんだから。ね。と同じようにね、まあ、隣のマンションもね、はい、実際に、まあ、僕が、住んでたわけだから。ね。まあ、築地に住んでて、土曜日は、仕方ないから、もう、仮処分ついてるから、はい、売るも貸すもできないからね。はい、池袋に行って、で、日曜日には、小屋に行って、ね。実際、住んでたわけだ。はい、で、その、あれも、水道料にしてもね、電気代にしてもね、ガス代にしても、基本料金バカにならないからね、使わなくてもね。まあ、で、今、ネットカフェもあるから、電気も LED のあれあるから、ね、布団敷いてそこで行ったわけで、実際、居住に実際もあるわけ。それから、その、箕輪のところは、僕がね、僕の名前でずっと契約になってた。ところが、生きの旗のあれがね、勝手に向こうと契約してる。だから、それもね、家賃払っちゃいけないんだよ。誰のものか分かんないんだから。うん、ね、僕の名前で契約したのにね、うん、急に崖内札区の名前で契約すること自体おかしいんだから、うん、それ誰のものか分からなければ、協作しなきゃいけないから。うん、ね。まあ、そういう方向があって、まあ、不動産業界の方もね、まあ、困ってると。本来ならばね、僕もまあ、刑務所出たけどよく分からなかったけども、まあ、不動産業界の方でね、これは誰のものか分かんないんだからな。そういう、売買しちゃいけないっていうことをすべきだったのに、まあ、代表の方に売っちゃった。で、代表は自分のところに名前やって、それで第三者に売っちゃった。ね。でも、よく考えてみればさ、それはもう全部買い戻して、ね、僕の名前にするだというふうな僕の主張ですよ。ね。まあ、もう後長いからいいけどさ、